はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は3月の5日、はい、11時37分です、ね、今日現在の熊本モバイルの、ね、話題になります。はい、こんなコメントをいただきました、ね、はい、熊本モバイルが使用しているキャリアはソフトバンクなのでしょうかということでね、このご質問にお答えしたいと思います。で、おじいの動画とかね、あとプラシーロハさんの動画でもね、そのあたりは触れてるんだけども、熊本モバイルのね、Q&A のところを見るとその回答が書いてあります。はい、このね、よくある質問のところね、まあ、なぜ格安で回線を提供できるのですかっていうところなんだけどね、まあ、弊社はね、基地局などの通信回線設備を大手キャリアであるドコモ、ね、ドコモから借りて通信サービスを提供しております。基地局や通信回線等の設備投資がかからないため、大手キャリア様より低価格な料金プランをご用意させていただいておりますということでね、まあ、基本的に熊本モバイルはドコモの回線網を使っているサービスです。これね。はい。で、あとこのよくある質問の内容なんだけど、まあ全体的なプランの Q&A になっているのでね、これがね。うん、他のやつもあるんだよ。こうしてみるとね、まあどんな内容が他にあるかというとね、まあ熊本モバイルはね、MNP 転入できますかって、はい、できます。ね。まあ、転出はできますかってね、はい、できますとかね、まあ、普通に、普通に回線扱ってるからね、ここね、SIM をね、楽天モバイルとか、ああいうのみたいに。で、通信規制はありますかって、これね、まあ、SIM カードごとにデータ用があって、まあ、今ここで扱ってるものね、うん、ね、まあ、こうして、Q&A にね、まあ、必要最低限のことは書いてあります。ね、まあ、こんな感じでいろいろ書いてあります。まあ、その他ね、細かいものは全体的な Q&A はね、いろいろ見てみてください。だいたい回線はドコモ回線使ってるんでね、他のところは使ってないものと思われます。そしてね、この、今回の、まあ、我々がとても興味があるのがね、これではね、SIM5。ね、うん、まあSIM5 なんだけどもね、SIGMO のとこもあったね、確かね。まああれは本当冗談だけどもね、でもなんだっけ、情報の伝達っていうのを、まあこちらから購入してくださいの説明あってね、確かね、どこだっけ、これか、この SIM5、 これね、ボタンを押すだけでね、1台で世界でも使える。なんと国内はデータ容量無制限ということでね。まあ、これね、今日誰かからもね、コメントもらったんだよ。他の国ではどうなんだろうねって。無制限って安いのかね、高いのかねってあるけど、他の国はね、こんな使いたい放題とか、そういうのがあんまないと思う。うん。iビデオ。ね、アイビデオの場合はやっぱ旅行用にね、1日いくらっていうのもあるし、で職のやつもあるけれどもね、でもね、本当ごく一部限られてると思うよ。日本みたいに本当こっからここまでこんだけ通信網がブワーって整備されてて、なってるってとこ一気に広がってる国なんてそんなにないからね。台湾もそうだよ。まあ、台湾全体的には買ってあるけども、一部のところはもう日本の東京よりも全然先端行ってるからね、すごい都会だから。でも離れちゃったところでは、昔の昭和のね、中期ぐらいの、まあ、そんなところがいっぱいあるよね。だからものすごい場所によって全然違うんだよ、ね。まあ、日本ぐらい無制限だよね、こんだけ使えるとかっていうのもあんまないよね、世界ではね。もう今はもう日本ではそれが当たり前になっちゃってるんだけどもね。で、まあ、内容をね、ちょっとこうガーッと見ておくとね、
SIM コードは、ね、日本と海外両方使えるモバイル Wi-Fi ルーターです、ね。まあ、これ1個持ってれば国内外ね、使うことができる。使うことができる機能がありますよっていうだけで、この SIM コードの契約をしても、申し込むのは国内で、で海外で使いたい場合は、所持別料金だからね。ここは勘違いのないように。で、国内プランの特徴は、日本国内はデータ容量、ね、無制限使いたい放題ですっていうことだよね。まあ、これがこれの場合はちゃんとここにね、日本国内はデータ容量無制限使いたい放題っていうことでね、無制限っていう名前の制限のあるプランとはね、ちょっと違うと思うんだけどもね。で、海外で使う時の手続きは不要です。 Wi-Fi ルーターをお持ちいただけるだけで自動的にその国の回線を受信して Wi-Fi が利用可能になります。お、手続きはいらないの？じゃ、そのままお金取れるの、ね、で、海外で使う時の料金は、海外のエリアを4つに分割しています。エリアごとに料金が異なりまして、で、ここね、海外の場合1日512メガバイトまでご利用いただけますっていうね、この量を多いと見るか少ないと見るか、これね、これが重要です。512メガバイトっていうと、本当にもうメールの送受信とかさね、なんかチャットとかそんなもんぐらい、あとブラジルやったらもう終わりだよね。で、まあ、その国、まあ、アイビデオなんかがね、サービスやってる地域だったら、そこで借りた方が絶対にね、たくさん使えて安いんだけどもね、まあ、これをもって海外に行っちゃうよりも、その海外の行き先が決まってるんだったら、そこのとこの、なんていうのかな、サービス、まあ、別に使った方がいいような気もするけどね。うん、まあ、でも、これはこういうもんだよってことでね、まあ、どれが最強かっていうのは別に選んでるわけじゃないんでね。で、データ容量無制限プラン、アンリミテッド、ね、これが税抜きで3980円、これはね。でも、まあ、ちゃんとね、ここに書いてあるように、通信事業者、ね、ネットワーク状況によって混雑したり、スピードが遅くなる場合もあります。ね、まあ、これはもうお決まりの文句なのでね。で、海外で使う場合は登録不要でね、使えるっていう、まあ、例のやつね。エリア A、アジア、1日630円、ね、512メガバイトまで、ね。で、エリア B はヨーロッパ、これもね、1日630円、ね、512メガバイトまで。エリア C、ね、これ南北、アメリカ、1日900円、ちょっとお高くなるんだね。これも512メガまでなんだね。で、エリアで、ね、その他の地域、これが1日1180円、512メガバイトまで、ね。ここにも書いてある、二重にね。海外の場合は1日512メガバイトご利用いただけます。512メガバイトもなのか、しかなのか、ね。まあ、これは人によって違うよね。じゃあそのエリアどんな国があるのっていうとね、ここが参考になりますね。アジア圏、ね、中国、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナムということになります。ここでお気づきのように、おじいが今ね、配信してる17ライブね、17ライブ大体アジア圏だよね。うん、ね、聞こえる？みんな今もね、ちょっと配信してるんだけどもね。ね、ほら、こんな感じ。ね、ピュー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 って、ほら、こうしてね。ピュー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 って、みんなラジオ代わりにしてね、おじいの配信聞いてくれてるんでね。よいしょ、ね。うん、しおちゃん、ピュー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 。ね、これがね、アジアです。なるほど、と思うよね。それで、次にヨーロッパ。ね。ヨーロッパはね、結構いっぱいあるよ、ね。アルバニア、オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、ギブラス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、グアドループ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、
マントイタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、マルティニーク、でモナコ、マヨット島、大丈夫、迷っちゃいそうだね、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、レユニオン、ルーマニア、ロシア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、イギリス、バチカン、コソボ、アゾレス諸島、うわー、なんかもう、あの F1 グランプリ開催してるところの名前とか、コーヒーの名前がくっついてるところだったらわかるけど、他全然わかんないね。うん、はい、次ね、南北、北アメリカとアジアの一部ね、アメリカ合衆国ね、かっこハワイ、グアム、サイパンを除くということ。あれあれ、そうなの？ハワイ、グアム、サイパン除いちゃうので、カナダ、メキシコ、グアドループ、これなんて書いてあるの？物量ギアナで、ブラジル、マカオ、ブルネイ、カンボジア、バングラディッシュ、ね、インド、ネパール、パキスタン、スリランカっていうところで、今ね、びっくりしたね、トレーナーさんが。今ね、これ読んでる時にね、なんか四角になんかね、なんかオレンジ色が走ったなと思って見たら、ありがとね、トレーナーさん。ね、推しベイビーね、ほっと。あのアニメーション間に合わなかったけど、ごめんね、戻ってきました、おかえりね、ありがとう、アシュベイビーサンキュー、ね、アシュベイビーサンキュー、ぴょ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 、おかえり、アジア運転でね、あと今ね録画撮ってる、あともうちょっと、ね、もうちょっと待っててね、ありがとう。でね、よいしょっと、あとね、その他の部分があります。これね、オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、バーレーン、オマーン、ヨルダン、UAE って何だろう、で、サウジアラビア、で、カタール、エジプト、イラク、南アフリカ。ね、で、あと、まあ、米印としては、上記エリアでも島など一部地域で使えない場合があります。まあ、細かいところだよね。あと、通信事業者のネットワーク状況によって混雑したり、スピードが遅くなる場合がありますということでね。まあ、これがあの基本情報になっております。そしてこのまあよいしょ、この利用開始の注意事項というところ、これではね、これがね、あの注意事項になってるんだな、これね、注意事項で、モバイル Wi-Fi ルーターのご購入はこちらよりご購入くださいということで、それで昨日の動画も作ったこのビッグカメラ、小島、ソフマップね。で、どこで購入するのが一番安いかというと、ビッグカメラが 10% のポイントがつくので、みんな3箇所同じ値段なんだけど、ここで買うのがね、一番お得だと思います。ね、ビッグカメラで楽天カードを使ってお買い物するのが一番お得かな、おじいの場合だったらね。だ、逆に、この SIM 号以外だったら扱ってもらえないっていうね、そういう意味で多分注意なんだと思う、きっとね。で、端末ご購入後、こちらのお客様入力フォームよりお客様情報を入力してくださいということでね、このお客様情報に個人情報をね、入力することになります。で、あとここが大事なんだよね、毎月25日に申し込まれた方は翌月から利用開始になりますね。で、ご利用開始日が決まりましたら、メールにてお伝えします。ね、契約付きも国内通信料金の日割りはございませんので、お気をつけくださいということになります。これね、毎月25日以降に申し込まれた方は翌月からの利用。で、25日より前に申し込んだ方は、その月より利用ができるよということですね。これね、その代わり日割り計算はしないからってことだよね。うん、1ヶ月分は1ヶ月分でちゃんともらえるよっていう。で、まあ、今回ね、この動画でもね、一応伝えておきましょう。このね、一番下に製品の詳細っていうのがあります。で、ここのところで、おじいが一番重視しているのがね、
ここのね、ご注意。もし、本体側面にあるシムスロットはご利用いただけません。これね、誰かコメントくれたんだよ。のぞみ Wi-Fi の、扱う端末、あれ、SIM2 枚入るようになってんだよね。で、あ、なんか格安 SIM とか使いそうだね、みたいなコメントあったんだけど、専用に、あれは確かね、国内専用に、になってるよって注意事項があったよね。で、もしかしたら、この SIM5 みたいに、SIM スロットはご利用いただけないような細工がしてある可能性があるよね。これが物理的に使えないように、まあ、ちょっとカスタマイズされた専用機なのか、それとも、なんていうの、こう、コンピューターでね、制御して、使えないようにするのか、わからないんだけれども、どっちにしてもね、何かしらの制限があっても、不思議じゃないな、とは思うんだよね。だから、のぞみ Wi-Fi の、完全無制限プランの、モバイルじゃないや、クラウド SIM ね。で、スロットがあるからちょっと面白そうと思っても、この熊本モバイルのね、この情報みたいに、もし万が一、SIM スロット自体がね、ご使用いただけないものになってしまっていたら、まあ、ちょっとこれがっていうね。まあ、簡単に言うと、その物理的にカスタマイズされた本体なのか、もしくはキャリアのね、ロックあるじゃん。同じ iPhone でも SIM フリーと。ね、ソフトバンクとか au とかロックかけるでしょ。ああいう類でロックをかけた状態で使えない状態でレンタルに出すかもしれないねっていうね。この熊本のやつもそうなんだよね。基本的にこの熊本モバイルのために作ってる端末じゃないわけだからね。だからそういうような形でプログラム的に制御するとは思うんだけどもね。まあ興味のある方はね、熊本モバイルの方にまあ、いろいろ細かいことがあるんで、まあ、見てください。で、お問い合わせっていうのもあるんで、ここね、お問い合わせ、うん、このね、お問い合わせフォームがあります、これね、うん、で、ここのね、熊本モバイルのいいところはやっぱね、うん、太っ腹、ね、お電話もあるから、お問い合わせフォームもね、こうやってあるんだけれども、まあ、手っ取り早く知りたい方はフリーダイヤル0120-914-947 ね、フリーダイヤルがあるので、まあ、手っ取り早いよね、聞いた方がね、うん、まあ、何時から何時まで受付なのかちょっとそこ分かんないんだけど、書いてないね、うん、まあ、そんなわけで疑問があったらお電話で聞いてみましょう。そんなわけで今回は熊本モバイルのお話でした、ね、そんなわけで回線はドコモ回線を使うということでファイナルアンサーで大丈夫だと思います。ね、プラシロハさん。そんなわけで、おじいでした。またね、ありがとね。バイバイ。